皆さん本日はお疲れ様でした。カーネクストプレゼンツキングオブコント2024ファイナリストの発表を行いたいと思います。本日進行を務めさせていただきます小籔一豊です。よろしくお願いします。とんでもない大役で、いささか緊張しておりますが、本当にこれで決勝進出者が決まるということでございます。キングオブコントは2008年から毎年 TBS で決勝戦を生放送している日本一のコント師を決める大会です。今年は史上最多3139組がエントリーし、例年以上の盛り上がりを見せているんではないでしょうか。ということで早速ですが、決勝戦に進むファイナリスト10組を発表いたします。発表の順番はエントリーナンバーとは関係なくランダムとさせていただきます。それでは参ります。キングオブコント2024ファイナリスト、まず一組目は、エントリーナンバー815番カカオ。おい、おめでとうございます。さあ参りましょう。続きましてファイナリスト2組目は、エントリーナンバー3325番ファイヤーサンダー。よし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 、ありがとうございます。おめでとうございます。続いてまいりましょう。ファイナリスト3組目は、エントリーナンバー3331ロングコートダディ。やった、よし、やった。さあということでございます。続いては4組目にまいりましょう。ファイナリスト4組目は、エントリーナンバー3329隣人。はい、でかい。いや素晴らしい。さあ4組目までの発表が終わりました。いきましょう。続いてはファイナリスト5組目です。エントリーナンバー3328ラブレターズ。やったー、やったー、やった。今の率直なお気持ちいかがでしょうか。おう、信じられない。日ハムの監督ですか。あ、そう、フィルマ監督、はい、そうですね。気持ちが今分かりました。それぐらいの、はい。いや素晴らしいです。おめでとうございます。すごい。続きましてファイナリスト6組目は、エントリーナンバー3327ヤダン。いかがですか。キングオブコントファンは一番や。いや、それオマリーですか。それはギリギリ知ってて助かりました。本当に、いやでも素晴らしい。ヤダン、おめでとうございます。さあ続きましてファイナリスト7組目は、エントリーナンバー3308コットン。よっしゃー、さあよっしゃ、素晴らしい。さあ続きましてファイナリスト8組目は、エントリーナンバー
3321日本の社長。ありがとうございます。どうですか、ドキドキしました、ここ耐えた。自信が確信に変わりました。いや、それはあの1年目の松坂ですか。めっちゃ、めっちゃ知ってます。ギリギリ知っててよかった。めっちゃ知ってますやん。有名なんだけお願いしますね、本当に。はい、日本の社長おめでとうございます。残すは2組ですね。参ります。続きましてファイナリスト9組目は3235番シティホテル3号室。やった、やった、やった、うれしい。おめでとうございます。さあ最後の一組です。ファイナリスト10組目は3229ダンビラムーチョ。以上、激戦を勝ち抜いたこの10組でキングオブコント2024決勝戦を戦っていただきます。惜しくも負けてしまいました。皆さん最後に何か言いたいことがある人とかいらっしゃいますか。すみません。もう一回行きましょうか。もう一回行きましょうね。さあということで、惜しくも負けてしまった皆さん、最後に何か言いたいことがある人はいますか。お前さ、オーケーオーケー、違うっけ。アウト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 。もう一回行きます。惜しくも負けてしまった皆さん、最後に何か言いたいことがある人はいますか。はい、私ですね、パラレルワールドから来ました浜田雅俊と申しまして、実はですね、今キングオブコントパラレルワールドの方では今決勝戦を行ってまして、今決勝、もう一つの世界で今決勝やってる。ちょうど2本目も終わりまして、結果発表。おー、浜田さん誰やろ。優勝はトニセン。トニセン。トニセンでした。そう、出てた。トニセンでした。3人で、6年目にしてやっと。そんなチャレンジしてたん。はい、いや、そのパラレルワールドの方のその結果気にならんからさ。どうぞどうぞやるかい。まあじゃあ最後、みんなお疲れ様、いいかい、これは出発点だ、これが終わりじゃない、お前らは負けたんじゃない、勝ったんだよ。勝ったんだよ。負けて勝ってみんなね、みんな、まあ、ある意味勝ったようなもんですけどね、うん、素晴らしいですよ。 OK、 お疲れ様。激戦を勝ち抜き見事ファイナリストに選ばれたのがこちらにいる10組の皆さんです。素晴らしい、超激戦を勝ち抜かれたファイナリストですからね、すごいです。さあそれでは早速一組ずつ意気込みを伺ってまいりましょう。まずは2年ぶり2回目の決勝、コットン。よっ、すごいことです。あの2年前に決勝出させてもらって、はい、すごかったね。その時ちょっとビスブラさんにあと1本のところで負けて、うん、準優勝でした。それ以来こうなんかずっとマウント取られて、劇場でも、あ、ビスブラに。ちょっと今回本当に復讐して、そっか、チャンピオンになって同等のレベル達したいなと思います。いやいや、はい、そうですね、はい、本当に、はい、さあいかがでしょう今日。やっぱり相方が言うようにすごい悔しい思いはしたんで、うん、で僕らが絶対に1番になります。1番、俺たちのコントがナンバーワン。早くない？ごめんなさい、ごめんなさい、すみません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 。
いや早いとかじゃない、思ったより布が薄そうでちょっとそのいろんなこと心配になりまして、女子もねすいません本当に、すいませんごめんなさい。さあ続きまして2年連続5回目の決勝、ラブレターズ、すごい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、すごい何度も決勝にということですけどもね、はいはい、本当にきっちりと、はい、時間いただいた時間で、日本語の美しさを文字数ぴったりでお届けできればなと思います、はい、小籔さんすいません、今の多分あのプレバトに出た時のあの意気込みだと思います、いやいや俳句じゃないから、俳句大会じゃない、俳句じゃないから、プレバトじゃないか今日、うん、あ違うんで、プレバトでもその言葉の数のことあんまり言えへんねんみんな大体そうやから、そうか、はい、すいません、はい、さあ行きましょう、続きまして3組目、2年連続2回目の決勝、隣人、わてら大阪から来た境に濃いな、なにわのコント背負ってきましたんで、うん、バンバン受けて優勝しますぜ、ダサいね、そんな朝ドラみたいな大阪弁使う人あんまいないですよ、昨年も、行かせていただいたんですけど、すごいよ、まあ、今年は一番早く組み立てて、まあ2泊3泊とできるようなやつをきれいにこう組み立てれるように、え、何と、なんか変なこと言ってます、ごめんなさい間違えてました、これキングオブテントでしたわ、すいませんキングオブテント、これキングオブテントでしたわ、ごめんなさい、そちらも出てるんですね、そのキングオブテントもエントリーされてるんですね、一応あの昨年もあのファイナリスト行かせてもらってました、あそうなんですね、はい、どっちかやめてくださいね来年からはまだ間違える可能性ありますんでね、よろしくお願いします、お願いします、さあ続きまして2年ぶり3回目の決勝、ロングコートダディ、お願いします、うん、本当にまあ僕らも何回かこう決勝をさせてもらって、ね、まあちょっともうそろそろチャンピオンになりたいなという思いもちょっと強くなってきまして、だからまあキングオブコントという名の頂きに行ってきまーす何やろ、見たことないし、あ、そうこけ方も下手やな、何やねん、ああ、手を溶けちゃう、溶けちゃう、高いパンツが、頂きに行けるなら安いもんだよこんなもの、いや、何や、もうこけた後に言うことじゃん、頂きに行けるなら安いもんだよ、聞いた聞いた聞いた聞こえた上で、聞こえた上でです、さあ行きましょう、続きまして5年連続5回目の決勝、日本の社長、いかがでしょう、はい、意気込み、いや、あの5回連続出させていただいて、5回連続っていうのはもう聞いたところによると、あの KK コンビ以来らしくて、KK コンビって言いますと、まあそらそうか、 PL の時の清原桑田なんでしょうか、はい、そうなんかいそうなんかい、大体そういう時ちゃうかったりすんねん、丁寧に振って恥ずかしいわちゃうの苦労思って、新内がいますね新内があるの、まあまあ自分の好きなものをねたくさん入れて、うん、いかにこう皆様のこの胃袋をつかむかっていう、いやいや、そのお笑いですから胃袋っていうのはちょっとちゃうんちゃいます、そうで間違えました、あ、キングオブチャンコやと間違えました、キングオブチャンコ、いや、コントからちょっと遠いなもうちょっと近い、まあまあ、テントあってのチャンコやったんかな、あ、ごめん、ね、今聞こえなかったです、すいません、ええわこっち見るなさあ続きまして6組目、決勝は初出場でございます、カカオ、結成して何年目ぐらいですか、わ、5年目か、5年目で、ね、はい、自分ら3人はこのキャラ一緒というか、そのなんていうかな、まあ、確かに似てるってめっちゃ、まあ、メガネとか外したらめっちゃ言われるんですけど、まあ元々はこの2人がコンビやって、で僕はまあ養成所で出会って、で後から入ったんですけど、ちょうど僕が間の顔をやってなるほど、それから急にちょっと、はい、そうか、ほんなら関係ないんですね、なんか分からへん、もともと大学一緒とか何かこうバンドやってたとか、なんかそのつながりあるのかなと思って、2人は同級生でっていう、はい、感じです、関係ありませんよ、お、どういうことが、なんでそこだけ、何と何が関係ないのかと、いやいや、なんで前でね、怖いちゃんと怒られると思うんで、威嚇してへんねん別にほんまに聞きたいだけやさあどんどん参りましょう、7組目は決勝、こちらも初出場、シティホテル3号室、もちろんあの目標は優勝なんですけど、はあ、まあ、その優勝のトロフィーを
スパイダーマンのように絡め取っていきたいと思いますよ。わからん、わからんわ。なんで急にスパイダーマンにかけたの？スパイダーマンキャラなんですか？いや結構最近ちょっとハマってて、スパイダーマン、はい、あなたがハマってるだけ。あ、そうそう、はい、それ知らんわ、はい、あ、じゃあちょっと挽回でちょっと最近叩いてるあの英語圏で通用しそうなギャグやってもいいですか？はい、じゃあ行きます。サッカーピピーキックアス、アウ。いつ思ったの？まあ、キックオフかなと思ったら、はい、お尻の穴蹴ってるよ、はい、っていうことですよね。それめっちゃおもろい、それ。酒飲んでる時連発されたの、多分腹ちぎれてもらうから。さあ続きまして8組目、決勝初出場、ダンビラムーチョ。すごいね、ここ M1 もやし、キングオブコントもということですけど、やっぱりね、うん、一番大事なのはやっぱ輪っかのようにくっつけることだと思うんですよね。輪っかのように瞬間的にくっつける。あ、すいません、僕リングオブボンドの話しちゃいました。何て言うかな、リングオブボンドの言い方0点やったよ、ね。はい、マジですか。あ、すいません、リングオブボンド最下位とか言うのやめてください。リングオブボンド最下位、とにかく頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。さあ続きまして9組目は2年連続2回目の決勝、ファイヤーサンダー。おめでとうございます。すごいよ、連続で、はい、ありがとうございます。結構やっぱいろんな先輩に相談させてもらって、うん、そうですか、はい、ロビンフットのオグさんとか、うん、野田ちゃんさんとか、あ、野田ちゃん、あの見違えるのたけしさんとか、いろんな方、誰も知らんねん。ファイナリスト、誰も覚えてない。2018ファイナリスト、誰も知らんねん。もっと行け、もっと、うん、もっとあるやろ。塩マリアッチさんにも相談しました。誰やねん。いやいやいや、まあまあいろんな先輩に支えられてということですよね。いや、すごい。そんな冷静に食べてください。さあ、行きましょう。続きまして、ラスト10組目、3年連続3回目の決勝、ヤダン。にゃにゃにゃ、にゃ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 、にゃにゃにゃ。ごめんなさい、ちょっと気合入りすぎて猫語で喋っちゃいました。すいません、すいません。これ本当に申し訳ないです。いや、そう。そのボケって変なこと言ったら謝る立ち位置でいてくれてあるんですか？そうっすね、はい、結構ミスしがちなんでこいつ。ミスでもないですよ、全然。いや、でもすごいことです。もう3年連続ですか？はい、ね、もうネタ作りというのはやっぱりもう一年中割と考えたりして。そうですね、親戚のおじさんの、うん、吉おじさんとかが結構、うん、アドバイスをくれるので、そこで詰めてったりしてますね。いい加減にしろ。あれ、あ、あ、え、あ、あ、ちょ、これ捨ててきますわ。やめてください。望んでないね。しょうがないね。望んでない。あんたとしょうがないんで、すいません。いや、逆なってるやん。逆なってる。ごめんなさい。すみません、下回転中でしたか。何やねん。何やねん。さあ、それでは時間も限られてますので、ここから私からいくつか質問させていただきたいと思います。まあ、ここがライバルだなとか。あ、まあ、ちょっとあのネタ動向じゃないんですけど、あのラブレターズさん、ちょっとあの髪型のバランスが全く一緒なんで、ちょっとこれ見た目勝負でいったらラブレターズさんには勝ちたいですね。ああ、そう、ちょっとシルエットが一緒すぎるんで。身長がちょっとね。いや、まあまあ身長も一緒でしょ。だって身長一緒、大体でもほとんど一緒でしょ。だってまあまあ座ってるか、あんまどっちが高いか分かれへんな。めっちゃちっちゃいやん。何が？めっちゃちっちゃくない。ちっちゃくない。いや、でも普通に。何が今日ちょっとでかくない？ほぼほぼ一緒でしょ。だってこれは今日でかくない？何が何が何よ何よ。今日なんかでかくない？何が？ちょっと靴脱いでみてください。靴いや、いや、まあ別に何がおかしいとこなんかないよね。ちっちゃー。ちっちゃー。何がだよ。
何がだよ、何がだよ、おかしい家から生えてきてるのに何がだよあるかい何がだよですもん、だってこれはすごい、はあ、はい、最近のシークレットシューズは進んでますねということでございます、はい、さあ他に気になる芸人さんいらっしゃいますか。まあ仲いいとこでもいいですけど。いや、ジョージ、あ、はあはあ、いや、ちょっと話したことないんですけども、うん、やっぱカカオはなんかこうダークホース感っていうんですか、まあ、それで言うとちょっと被ってるなっていうのがあって、ちょっとじゃあ並んでみますか。ちょっと並んでみますか。すいません、すいません、あの見えてなかったらやめてください。見えてなかったらですか。とりあえずなんか、はい、行きます、並んでみたらいいかなっていう感じですけど。ダークホース感がある、まあ確かにね、はい、初出場同士、うん、ああ、もうよう似たもんですよ身長は、うん、ああ、じゃあちょっとみん、じゃあ靴脱いでみますか。大丈夫か、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 ちょっとね、はい、一緒やね引き分けだな。何がやん、腹立つな、強いな、何がやん。どう思うねんこの相方。ちょっと一言言ったらお前、いやもう本当に、あんまり人のことをね欲しいギャグやなとは思わないんですけど、それめっちゃ欲しいです。マジっすか。そもそも人のもんっす。あの子のもんではない。ピーターのもんね。さあここからですね、記者の方々の質問タイムでございます。質問がある方は挙手でお願いします。あ、はい、そちらの方お願いします。多分何回も聞かれると思うんで、今のうちにあの優勝賞金の使い道を、はいはいはい、はい、教えてください。優勝賞金、あ、いや、いいですよ、行きましょう。ソニーミュージカーアーティスって、はい、事務所でして、ザコシショウバイキング、はいはい、持ち劇場がありまして、うん、ビーチ部っていう、あのそこをなんかもうちょいこう大きくしたいなと思って、そのビーチ部がですね、照明とかもですね、その芸人がこう作るんでいじるんで、その強すぎちゃって一回漫才してる芸人が頭から煙出てたことある。ええ、マジ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 、さすがに本当です。うわ、それはかなんな。停電とかもすごいです本当に。だからブレーカー落ちちゃうんでね。で、真っ暗闇の中でロビンフットの麻婆さんっていうのが、伝説の始まりやでつって舞台出てきました。なんていうかな、滑るんやったら自発的に滑ってほしいのよ。真ん中の子が喋り出したのに規制して滑るんやめてくれへんか。なんていうかな、ルーズに依存するタイプというか。いいの、そのコンビ関係としてはこの人いいんですか、この立ち位置で。俺喋っとんねんってならへんの。いや、なってます。なるよ、はい、すごく、はい、僕のプラン通りにいかないなとは思ってるんですけれども。不思議ですよね。いや、だからエピソードトークとか聞いてみたいもんね、こういうタイプどういうふうな話するのかっていうので、多分あんまりでしょうし、多分。いやいや、そんなことないです。エピソードトークは山ほど。はあ、うん、じゃあちょっと短いのだけ入れてもらっていいですか。なんか猫飼ってまして、中学校の時に猫飼ってて、うん、で、猫がお尻向けてこっちに止まってるというか、で僕麦茶氷こう口の中でコロコロしてたんで、お尻の穴に氷つけたらどんなリアクションするのかなと思ってピッてつけたんですよ、肛門にね、うん、そしたらマジ7秒ぐらいノーリアクション、うん、8秒後にピョーンって飛んで、でこう猫がね、自分の肛門を柱に摩擦で熱を起こそうと温めて、だ僕よりその理科知ってたというか、そのいや、それが落ちてた。俺あらゆるエピソードトークの落ちて、僕より理科知ってたっていう落ちは知らんわ。それは落ちなの、もしかして。冷たい時に、ね、摩擦で熱を起こそうっていう物理を、うん、やっぱ理科知ってたというか、うん、僕より理科知ってたっていうのは落ちとみなさないです。それは計測不能です。落ちなのかどうなのか分かりません。やっぱりね、こう一組、いや二人とか三人とかで分け前も違うと思うんですが、ロングコートダディとかどうですか。まあ本当になんか今日ちょっと思ったんですけど、もうこのメンバーで
で MC 小籔さんで3時間の特番やりたいですね。その500万でみんなめっちゃ強いんで、この記者会見の感じがめっちゃ強くて弱いやろ絶対いけると思うんで、はい、そうかな。いや多分こう記者会見やからみんなこう伸び伸びしてますけど、これはいざ特番ってなったらみんなガッチガチになります。無理やと思います。さあ他はどうですか？500万。あ僕、うん、500万もう、あ全部使ってもいいんで、あのダッシュ島をやりたくて。島を買うの？島を買いたいんですよ。はあはあはあ、でそれをなんか誰か一緒にやってくれないかなっていう。いやそれなんで、それあなた方が優勝して、はい、あなたやりたいのになんで誰かが手伝うんですか？それ言ったら。いややりたくないですか皆さん。いやいやそれはスケジュールもあるし給料体制もどうなのかも分からへんのに、新しく島でいろんなものを開拓していきながら、うん、なんか楽園を作っていく感じ、うん、めっちゃ良くないですか。いやまあ理想的にはね、ただそれは お金はどこから生むのかとか。あ僕だから賞金でやります。いやそ500万でその何人集める気ですか。はいはいじゃなくて、そのだからそれ島なんか何年もね、ちょっといやいやごめんなさい、やりたかったんですけど、うん、どうやら見通しが甘かったみたいで。よかったよかったよかったよ。バレのドラ、バレのドラ、これやりたいやりたいことを聞かれたからやりたいって言っただけだったんですけど、ごめんなさいちょっと電話してきますね。すいません、うん、あ隣人とかどうですか。ほんまのこと言うたら、あのハリウッド映画に出たいんですよ。おおそうなんや。なの であのハリウッド映画って絶対どんな人もあの主役級もオーディションを受ける、はいはい、そのオーディションに行くための経費に行ってちょっと出たいなとはほんまに思ってます。結構英語とかも、あ英語はちょっと全くできないんですけど、あまあなんか日本人役とか英語できないと厳しいんじゃないですよね。じゃあアメリカ空港着きました、はい、ハリウッド前着きました、そこからどうするつもりやったんですか、はい、あいやその辺ちょっと見通し甘かったんです。見通しちゃんとしよう。見通しとりあえず見通しだけ。さあ続きまして他の質問ある方、すみませんお願いします。あの一回辻さんが3年目の時にやっぱこう回数を重ねれば重ねるほど優勝ってこうできないっていうやっぱデータがあるので、はいはい、3年目の時もラストチャンスだと言ってて、その回数を重ねて、まあ、今大会どんな心境なのかを伺いたいんですけど、僕確かに3回目の時はもうだいぶ今回最後や思ってたんですけど、もうそれを超えちゃってもう5回目になっちゃって、で今回の準決勝の昼間にちょっとコンビニで団子買って食ったんですよ。ほんまあのみたらし甘かったです。なんや見通しだけちゃんとしてくれ。あなた方はコントのファイナリストであって別に見通しのファイナリストではないわけですから勘違いしないでください。あの一応5年連続で多分最多に今までの中でなるんですよね、うん、その今までこう経験したことのない未体験のゾーン、まあ、そのだからその3年目の時にそういうふうにおっしゃってたけど、今も全然そんな記録というかデータなんて関係あるか、優勝したるわいという気持ちがあるのかどうかってことですよね。そこまであの。あんたも見通し甘いな。はいはい、小籔さん。何や。小籔さん。下が。何が気になるの？あの人は関係ない。いや関係ないから。見通し甘いわ。こっちだけかな思ったら。こっちもやから。小籔さん。こっちが悪いです。こっちが悪いんで。さあ改めましてこちらの10組がキングオブコント2024ファイナリストとなります。史上最多3139組の頂点となる17代目キングの座、そして賞金1000万円を手にするのは一体どの芸人なんでしょうか。さあ今年は10月12日土曜日にカーネクストプレゼンツキングオブコント2024決勝戦を TBS 系列で放送いたします。皆さんぜひお楽しみに。頑張ってください。